俺の名前はアンドレイ。今はとある事情によりこの島の別荘で暮らしている。俺には妻もいるし、自慢の娘と自慢の息子もいる。そして別荘はじいさんのものだ。だがそこで問題が生じた。本当なら家族で仲良くこの別荘でバカンスを楽しむはずだった。だが別荘に来てさっき言ってた問題ってやつが生じた。じいさんはもういなくなって久しいんだが、携帯が鳴ってやがる。なんだよ、今たちは大事な話をしてるんだ。静かにしてくれ。ああ、どこまで話したっけ。いや、じいさんが亡くなって久しいんだが、この別荘に戻ってきて俺は驚愕の真実を知った。この別荘はまだローンが払い終わってないんだ。借金取りに追い詰められ、俺はここでのバカンスを延長せざるを得なくなった。地獄のバカンスだ。地元に帰りたいが、あ、ちなみに地元ってのは日本だ。日本の東京に帰りたいが、それもできなくなっちゃった。とりあえずある程度の借金を返すまで俺はここで働かなくちゃいけない。もちろんここで就職なんかしちゃいない。俺は今から仕事を探しに行かなきゃいけねえ。そこでこの別荘にいる時の古くからの友人、まあ日本人じゃないんだが、そいつのことを頼ることにした。今はそいつのところに向かっている最中ってわけだ。まったくよ、おっと、ここ反対車線じゃねえか。危ない危ない、これ以上罰金なんて勘弁だぜ。 You need my help. How do you know? ま、そういうこった。 You came here. What else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that.And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. なんだよ。Or rather, I mean, I need something done. You need to know something, so. 仕事があれば何でもいいさ。I gotta make some dough. とにかく金が必要なんだ。I guess. まあな。Look, Lester. それから、あん時の借金だけどよ。I never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone.That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. まあとりあえずちょっと待ってくれ。まだ払えないんだ。Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? なんだ? Hey, Norris? Yes. 仕事か? That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat.携帯会社の仕事か。What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? いきなり言っても大丈夫なのか? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius.With low-level Asperger's. Hmm. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. まあ、わかった。Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. Web designer. So we'll まさか、俺が携帯会社なんだよ。I'll find something. Just like the old days.こんなに早く仕事が決まるなんて思いもしなかったぜ。とりあえずそこはなんかだいぶフリーな会社らしくて、自由な社風らしくてな、スーツで堅苦しいと逆に面接に落ちるらしい。
とりあえず俺の一番おしゃれだと思っている服を探しに行くとしよう。間違えてあいつの車乗っちまった。まあいいか、後で返せるわ。とりあえずこのナビゲーションに従って進んでいきゃいいらしい。あの友人はパソコンがよくできるやつで、学校にも行かないでずっとパソコンばっかりやっていた。おかげであの年になっても未だにパソコン一本だ。ちなみに YouTube の広告料だけで生活している。羨ましい話だ。俺はあいつに借金がある分頭が上がらねえんだが、あいつは気のいいやつでな。そんなことはまるでなかったかのように接してくれている。こちらも頭が上がらねえぜ。しかしあんまり別荘から遠くない会社だといいな。よし、着いた。もう最近はずっと仕事じゃない時もスーツを着ているのが当たり前になっちまったが、たまにはおしゃれしないとな。この周りにいる若者たちのようにな。みんなしゃれてるじゃねえか。ちっと俺も年を食っちまったけど負けねえぜ。すいません、服を買いに来たんですけど、面接に合う服って何かありますかね。かっこよくて、まあ若く見えるのがいいな。ああ、いや、スーツじゃダメなんだ。Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Alright. さて、服を選ぶのも久しぶりだな。どうよ。やっぱここはな、本当だったらブラウンあたりが年相応なんだろうな。せっかくの就職面接だ。こっちだな、赤で行こう。どうだ。 ありがとう。さーて、まあローン返済が残ってるけどよ、早く日本に帰らなきゃいけないけど、なんだかワクワクしてきたぞ。そういや、どうやって行くんだっけな。道をちゃんと聞いてなかった。あ、すいません、ショップの前までタクシーお願いします。すいません。この島のタクシーはとにかく早い。電話してもうその辺に待機してるんじゃないかってぐらいものすごい早い。もう来た。あれじゃないか、多分あれだな。ちょっとこっちまで来れるかな、タクシー。お、あれ、あ、あ、違う、こっちだ。ははあ、びっくりしたぜ。すいませんね、運転手さん。あ、とりあえず携帯会社に行きたいんですけども、お願いしていいですか。ああ、電話だ。なんだ、ちゃんともう着替えたよ、スーツ脱いだよ。ああ、変わり者なのか。分かった分かった。じゃあすいませんね、携帯電話しちゃって、とりあえず目的地まで向かってもらえますか。Rockford Hills. I'll get you there fast, buddy.運転手さんも随分ラフな格好してるね。Come on, get the lead out. You bet. Here we go. 運転手さんの会社ってスーツ着用義務とかないんだ。日本はね、大体みんなそうだな。帽子にスーツ着てるぜ。すげえ飛ばすな。
やっぱこっちは保険社会だからな。多少事故ったって全部保険でなんとかなるのかな。ああ、これからね、はあ、年がいもなく面接受けに行くんですよ。お恥ずかしい。タクシー会社も、でも友達に紹介してもらったけど、タクシー会社も悪くないですね。私車好きだし、運転手さんだいぶ早くないで、ちょっと赤信号ですよ運転手さん。いや確かに面接、確かにね、一家の大黒柱としては頑張んなきゃいけないけども、運転手さん、ちょっと周りの車止まってましたけど、あれ青で止まるんですか。青で止まるの。あ、じゃあ、違う、あ、着いたのか。なんだびっくりした。わ、すごい、あっという間に挨拶もしないで帰っていった。まあいいか。危ない、運転手さん、降ろすところちょっと危ないよ。ああ、やっぱな、別荘で何度も来てるとはいえ、慣れねえもんだな、こういう海外の雰囲気っていうの。しかも面接だもんな。やべ、緊張してきた。あ、気持ち悪い。あ、気持ち悪い。緊張してきた。よし、行くぞ。よし。ライフインベーダー。かっこいい名前だな。え、てか、まあ、いいか。あ、すいませんね。あ、どうです。あ、いいどうぞ。PM's preaching for more functionality. あ、え、これ面接？あ、もう、あ、じゃあ、アポ取ってるんだ。お金が欲しくて、まあ、携帯電話持ってますね、スマホ。あ、え、あ、そう、ガラケーの。あ、ガラケーの。わかりました。とりあえず、中見てきていいですか。あ、すいませんね。あ、ピザが好きですよ。すいません。じゃあ、ちょっととりあえず体験入社ですか。やべえ、いきなり仕事、当日から仕事っていうのを、昔バイトやらされて、マックでバイトされしてる時からちょっと苦手なんだよな。緊張するな。何時に返してくれんだろう。全然もう今日スケジュールがあると思ってたからさ。ほっ。あ、すごい、みんなおしゃれだな、おい。おしゃれ。ゲーム機あるよ。やっぱ、外国の会社ってすげえな。エレベーターもあるじゃん。あ、じゃあさっきの階段も登らなくていいんだ。うわ、あ、すげえ、ハイテク。パソコンいっぱい、これぞビジネスビル。すげえ、あ、すいません。Here you go. あ、ここにですか。何これ。これポップアップじゃないな。なんだっけ、広告？Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah. これ消していいんですか。You know my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. See what I can do.Your son codes? とりあえず消しちゃいますよ。You write your best stuff in your tweens. After that, it's マウス動かすのは得意なんですよ。ま、あれ？マウス動かすのは得意なんですよ。ちょっと。おい！ちょっと、これ、あれだな。ちょっと、パッドでマウス操作って結構大変ですね。ここ全員パッドなんですか？よいしょ。もう。とりあえず、これ消して、これから、あ、アイソルウィスコだ。And we scan. おお。壊しちゃった大丈夫？壊しちゃった。Might be why I get all these どうですか。あ、区長。日本語もちゃんとあるんだ。親切な会社だ。And that should do it.
Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? 大丈夫？どうしました？どうしました？ Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. 向こうにある携帯電話の電池パック。電池パック変えてくればいいですか？あ、カラーですか？大丈夫かな？俺ここでうまくやっていける気がしない。ちょっとすでにもう憂鬱になってきた。帰ろうかな。なんかちょっと憂鬱になってきたな。こっちかな。わあ、会議してる。すげえ。すごい。何この、オープンテラスみたいな。オープンテラスじゃないじゃん。オープンだよ。オールウィンドウみたいな、全方位ウィンドウ。うわ、こんなところで会話するの、ちょっと、いや、ちょっと厳しいな。私にはちょっと厳しいな。憂鬱になってきた。どれ？これか。あ、これか。これに電池パック変えればいいのね。はい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 。これ、後ろ開けるの？いいかな？はいはいはい、オッケーオッケーオッケー、今日の仕事終わり。はあ、しかしどうしようかな。 Dude, when it blue screens again, you're my guy. Bye now. さっきの人いないし、さっきの人いないな。 You should be a meme, dude. もう今日は帰っていいよね。いや、もうだってもともとスケジュールに入ってなかったし、そういうのスケジュールに入ってませんでしたから、もう今日は働くっていうのは聞いてなかったんで、だから今日はゆっくり休んで、多分まあ面接の結果来るだろうし、今日の働きのね、いかんでね、向こうからやっぱり求められるなければ、その職場で働くっていうのはちょっとね、あ、一応伝えとこう。あ、すいません、あ、お姉さん美人。ちょっと、今日体験入社した人間なんですけど、お腹の調子悪いんで帰ります。伝えといてください。あれ？伝えといてください。Hold on. I'll buzz you out. あ、すいません。はぁ。あー、緊張した。ああ、もしもし、もしもし、ね、面接終わったよ。ああ、うん、いい感じだった、いい感じだった。うん、大丈夫、大丈夫。ゲームしてんの？ちょっと俺も帰ってやるわ。え、何？あ、そうなの？あ、そうなんだ。あ、何？今日何？この会社なんかやんの？テレビで？マジで？携帯の新携帯の発表会？この会社から？マジで？すげえじゃん。ちょっとすげえ会社紹介してくれたね。分かった。とりあえず、え、何？もうすぐ結構すぐ始まる？あ、分かった。じゃあ帰ってみるわ。あ、そうだ。タクシー呼ばなきゃ。なんか忘れてる気がするけど。まあいいか。てか、会社は思ったより近かったな。この辺の、そんな散歩したことないからな。地位とかよくわかんなかったけど。近いじゃん、会社。ちょっと結構いい会社じゃないの？早退すんじゃなかったな。もうちょっと話聞いときゃよかったか。まあ、いいか。あ、そうだ、番組やってるって言ってたわ。ちょっと急いで見てみよう。でもすごいな。なんか運命を感じるよね。何見てんだよ、ちょっとさ。どいて。どういて、どういて、どういてよ。ちょっと、お父さん仕事だろ。はあ、わ、すげえ。
何これ、何、なん、何これは、マジック、マジックショー、マジックショーだ。何これ、どうなってんの。ハリーポッター、わ、下品下品。あ、違う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 、そうじゃないそうじゃない、何チャンネルだっけ。あ、あ、これだこれだこれだ、あ、これだ。この人が何、あの会社の社長なわけだ。すごいじゃん、若いじゃん。あ、こう彼の元で働くのか、すげえ、あ、すごいすごいブーイング。We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here. ね、もしかして俺が電池パック入れ替えたあの携帯、これ、これで発表するやつか。発表するやつか。だってすごい厳重に置いてあったもんな。あ、あれか。あ、やっぱそうだ。そうだよ。あ、そうだ、思い出した。あれだ。あいつの車、どっか置いてきちゃった。電話しよう。出ねえな。おい、え、ちょ、仕事を探しに行くか。